ジュリアーノ・デメディッチは、ルネサンス期イタリア・フィレンツェ共和国の政治家。ピエロディ・コジモ・デメディッチとルクレツヤ・トルナブオーニとの息子で、後にいるマニーフィコと呼ばれる兄のロレンツォ・デメディッチと、共に、父の死後は、家業の銀行とフィレンツェ政府の運営を引き継いだ。百七十八年には、兄と共に、パッチ家の陰謀に巻き込まれたが、フィレンツェのトスカーナでの拡大に反対するローマ教皇。 シクストゥス4世の指示で仕組まれたとパッツィ家のライバルの家により書き留められている。4月26日の朝、共謀者の一軍がサンタマリアデルフヨーレ大聖堂で兄弟を襲った。ロレンツォは傷ついただけだったが、ジュリアーノはフランチェスコでパッツィの手に倒れた。彼はシモネッタベスプッチの愛人であったが、彼女は彼よりも前にわずか22歳で亡くなっていた。 アントーニオ・ゴーリーニの娘と思われるフィオレッタとの諸子であるジュリオでメディチス・ーキョは1513年にいとこのレオ10世により秘密結婚を公言されたが後にクレメンス7世となったジュリアーノ・デ・メディチの肖像ありがとうございます